日本東京都北区赤羽南赤羽南は東京都北区の町名。現行行政地名は赤羽南1丁目及び赤羽南2丁目。住居表示実施済区域。郵便番号は1 1ゼ5 0 0 4 4東京都北区の北部に位置する。町域の北は赤羽、北東は下、南東は上谷南は東十条、西は、 赤羽西に接し、南西部はわずかに中10条に接する。町域西側の赤羽駅に続く商店街と2丁目南部に工場が集中する他は主に住宅地として利用される。西辺を JR の鉄道路線が南北に走り、赤羽駅が町域に隣接して設置されている。住宅地の地下は2016年1月1日の 工事地下によればの地点で102万円平方メートルとなっている。北区内で最も地価が高い。赤羽村や稲付村が1871年11月に浦和県から東京府吹豊島郡に編入された。1889年に岩渕町の一部となり、1932年に東京市大地区の一部分となった。大正期に設置されていた。 岸飛行場の西端部にあたる赤羽駅の南側に位置することによる2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである区立小中学校に通う場合学区は以下の通りとなる東日本旅客鉄道最強線京浜東北線が通るが駅は設置されていない最寄り駅は赤羽駅になるありがとうございます